はい、皆さんこんにちは、またま TV です。家族でね、今日は今移動してます。今どこに向かっているのかと言いますと、僕がいつもお仕事などなどお世話になってます、お菓子とね、ジャムの教室だったりさ、販売をしている、篠庵さんの方に向かっております。というのも今日篠庵さんの方でジャムの販売会を行っているということで、ちょっとまとま TV でもね、お買い物をしながら取材の方をしていきたいなと思っております。というわけで到着しました。はい、こんにちは。あ、こんにちは。どうぞ。動画撮ってていいですか？ないです。どうぞどうぞ。早速お邪魔してます。篠庵さんのオーナーあやみさんです。へー。こっちやってるか。おすすめのやつを。いいですか、ちょっと今いっぱいあるんですけど。おすすめは、そうですね、こっちかな、はい、グレープフルーツのモーマレードです。美味しそう。うん、これはあの国産のものを食べるので、今しか多分食べれない。あ、これが季節っていうか今が旬のやつ。旬というか、そうですね、はい、うん、なかなか国産もののね、グレープフルーツじゃないから美味しいですね。すごい。ではね、これなんか毎回お気になるんですけど、バラのジャムっていうのが、これなんですか、バラの、ちょっと見ていいですか？バラバラってジャムにできるんですか？できますね。すげえ。これ入ってるのバラなんですか？バラです。バラの花、バラの花、花びら。すごっ。だから開けたら氷がバラ。へえ。すごい。じゃあ今日はこれをグレープフルーツマーマレードを。はい。はい、ありがとうございます。じゃあそのまんまでお渡ししてもいいですか？はい。はい。篠庵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでですね、篠庵さんから、買ってきました。このグレープフルーツマーマレードジャムを今日も早速ですね、もうあの食パン焼いたんで、トーストしたので塗っていきたいと思います。はい。結構楽しみですね。これ、僕篠庵さんとねお仕事をいろいろさせてもらっているんですけど、このタイプのジャム、食べるの初めてじゃないですか。グレープフルーツのマレードは食べるの初めてかな。この開けるときからピッてなるんです。おこのちゃんと密閉されてるっていう証拠、ピッてなるんですよね。美味しそうだ。おーいすごい。このグレープフルーツも、このグレープフルーツとマーマレードの香りがすごい。ちょっとコメント下手なんですけど。あ、いい香りしますね。そう、すごいフルーティーな香りしますよ。じゃあこれをちょっと塗っていきますね。結構このぐらい思い切って塗っちゃった方がいいかな。これなんだ、これマーマレードの、マーマレードがすごい。これがね、皮ごと入ってるので、風味もすごいいいし、食感もすごいやっぱ楽しめますね。美味しい。コメントの引き出しが乏しくてすみませんが、これマジうまいですよ。美味しいです。これ甘すぎず、大人のジャムっていう感じです。概要欄の方にですね、篠庵さんのインスタグラム公式 LINE の、情報を載せてますので、ぜひ見てみてください。はい、今日のまとま TV もご視聴くださりありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録、高評価などなどぜひよろしくお願いいたします。それではまた。じゃあそのまま食べておきますね。めっちゃ美味しいですよ。